サウロルニトイデスは、白亜気候期に生息したトロードン科のマニラプトルリー恐竜の属の一つである。孔子で素早く走り、優れた視覚と聴覚を持つ捕食者であった。俗名は古代ギリシャ語で、トカゲを意味するソウロス、鳥を意味するオオナサス、型を意味する井戸から派生しており、鳥の祖先に近縁であることにふさわしい名前である。ホロタイプの頭骨を右側、下側、 上側から見た図タイプ標本のアシサウロルニトイデスは、他のトロードン科の恐竜同様におそらく種として、肉食動物であった。全長2から3メートル、体重23から54キログラムと推定されている。大きく立体視可能な眼科を持ち、優れた距離感覚があったとされる。おそらく光の下でも、夜間でも優れた視力があった。長く低い頭骨を持ち、 フ部は平たく、歯が鋭く、比較的大きな脳を持っていた。北アメリカの禁煙種であるトロードン同様に、素ばしこくて賢く、ゴビ砂漠を探し回り、小型の哺乳類や、爬虫類などの餌を見つけていたようである。長い腕と生きた獲物をしっかり捕らえられて把握する、ことのできる手を持つことから、研究者は、小型の動物を捕食していたと推測している。他のトロードン類同様に、 各足の第二詞に特に大きな鍵詰めがあった。モンゴルのジャドフタ層からこの獣脚類の単一の標本が発見されている。サウロルニトイデスは1924年に古生物学者ヘンリー・フェアフィールド・オズボーンにより命名された。タイプ種であり、唯一の種は S ・マンゴリーンススである。1974年にリンチェン・バルスボルドにより、 ネメグド層で発見された他のトロオドン類より、S マンゴリーンススに近縁と考えられた標本に、基づき、第二の種 S ジュニアが命名された。しかし、2009年に再評価が行われ S ジュニアをサウロルニトイでス族とするには、不十分であるとして、S ジュニアは独自の親族ザナバザルに再分類された。ありがとうございます。